メニュー9、ターンをコーチの目線で説明したいと思います。インサイドターン、そうですね、ドリブルしてコーンの前、コーンが敵だと思って方向転換をします。この時にワンタッチで自分の次に行きたい方向にターンができるように意識したボールタッチをしていきましょう。あとは止まっているコーンに対してどこでターンに入っていけばいいのかっていうタイミングも測れるように、慣れてきたらちょっとスピードを上げられるようにしてみましょう。スクールの中ではドリブルができるようになったりターンができるようになってきたら、より試合をイメージして顔を上げられるか、次に行きたい状況を確認を何回もできるか、ターンから次の動作まで早く行けてるか、そういうことをみんなに伝えながらトレーニングしています。インサイドだったりアウトサイド、足裏ターン、いろんなターンができるとさらにいろんな状況に応じて体が反応してくるので、そういうのもトライできるように意識してやりましょう。どうでしたか？意識することでプレーは変わります。